桑原優は、日本の政治家。新潟県津南町長。元津南町議会議員。新潟県中尾沼郡津南町出身。父は、県業農家の公務員。母はパートで働いている。津南町立津南小学校。津南町立津南中学校卒業。2005年3月、新潟県立国際情報高等学校卒業。同年4月。 早稲田大学社会科学部入学。大学在学中の2007年、オレゴン大学に1年間単位交換留学する。2009年3月、同大学卒業。同年4月、東京大学公共政策大学院に入学。同大学院に客員教授として招かれた増田博也と知域を得て、増田から時にメールや電話でアドバイスを受けたという。 2011年3月12日、長野県北部地震が発生。津南町は震度6弱を計測。郷里の山上を見て、町議会議員選挙に立候補することを決意し、10月30日に行われた町議選でトップ当選を果たした。25歳で当選したことが話題を集める。同年12月26日発行のあえらの特集。 あえらが選ぶ日本を立て直す100人に選ばれる。2012年、大学院修了。2015年、再選。同年、副議長に就任。長期時代に、養豚業を営む男性と結婚。2018年3月19日、新聞社の取材に対し、人気満了に伴う津南町長選挙に出馬する意向を明らかにした。同年6月24日に行われた。 町長選に自由民主党津南支部、津南町建設協会、現職の植村県事町長などの支援を受けて立候補。元町議の半度哲郎らに候補を破り初当選を果たした。7月9日、町長就任。現職では全国最年少町長となる。当日有権者数8416人最終、投票率77.78%。 ありがとうございます。